ベネツィアの新月島地区の街並み、2009年5月7日撮影。ベネツィア月島は、ベネツィア共和国の首都ベネツィアに設置されていた月島である。世界で最初に月島と呼ばれるようになったユダヤ人居住区と言われる1。ベネツィア共和国は10世紀頃から通称の拠点となり、 第4回十字軍がコンスタンチノープルを攻略した13世紀以降には地中海において覇権を握った国である。通称の拠点であるベネツィアには新生ローマ帝国のユダヤ人が徐々に移り住むようになった。彼らはベネツィア船が東方から運んできた品を買い取り中西洋に仲介していた。11世紀末にイタリア半島のユダヤ人共同体をめぐった スペインユダヤ人、ベニヤニーモダトゥーデラの旅行記にはまだベネツィアは注目されていないことからユダヤ人のベネツィアへの本格的な進出はそれ以降のことに属すると思われる。13世紀にベネツィア政府はユダヤ人に対してベネツィア方の島の一つ、スピナルンガ島に住むことを強制した。本土のメストレに住むことを強制した時期もある。 さらにユダヤ人に黄色いバッジと帽子を被ることを義務付けたりもしている。しかし、ベネツィアのユダヤ人は栄えた。彼らはユダヤ人特別税を払うことで、ベネツィアの財政に大きく貢献している。ベネツィア月頭の地図。月頭ヌーオーボと書かれているのが、新月頭。月頭ベッキオと書かれているのが、小月頭。1516年に、 ベネツィア本島の西北部カンナレジオ地区の新中蔵所跡にユダヤ人居住区が建設され、ベネツィアのユダヤ人はここに移住を強制された。中蔵所はベネツィア語でゲットーと言い,い、これがユダヤ人居住区を意味するゲットーの単語の語源になったと言われている。現在このゲットーは新ゲットーと呼ばれる地域になっている。新ゲットーは 地方運河に囲まれており、高い塀が巡らされ、外向きの窓はすべてレンガで塞がれていた。設立当初の新月島の人口は700人ほどと見られる。1538年には隣接する宮中蔵書跡にもユダヤ人の居住が認められ、1541年にはここが月島化した。これが現在、小月島と呼ばれている地域である。 新月島が創設された当初は、住民の大多数が新生ローマ帝国ユダヤ人で、土着のベネツィアユダヤ人はわずかであったという。しかしこの後、イスラム圏ユダヤ人と、スペインポルトガル系ユダヤ人も増えた。イスラム圏ユダヤ人は、ベネツィア共和国にとって、東方貿易における経済的ライバルであったので、はじめベネツィア共和国は、イスラム圏ユダヤ人の商品の運搬を、 自国戦に禁止していた。しかし後にこれが解禁され、さらにローマ教皇が宿敵のイスラム教徒との交易を禁止するようになると、ベネツィア共和国にとってイスラム圏ユダヤ人との交易が重要なものになった。そのため、やがて彼らのベネツィア共和国居住も認められるようになったのであった。スペインポルトガル系ユダヤ人はイベリア半島における キリスト教国のイスラム教国への再征服の後の1492年から16世紀初頭にかけてスペインやポルトガル王国で異端神門が激化したためモロッコなどを経由してベネツィアへ逃れてきたユダヤ人である。最盛期にはゲットの人口は5000人に達したという。ゲット住民たちは主に神聖ローマ帝国系、イスラム圏系。 スペイン・ポルトガル系でグループを形成し、それぞれ別個のシナゴーグとスコラを持ち、別々の風習、言語があった。住民の職業は、商業、金融、医師、船員、外交関係、通訳などが多かった。月頭住民は、日中だけは、地のりの悪いところで商売を行うことを許されたが、夜は事実上月頭に閉じ込められた。重い。 ユダヤ人特別税も課せられた。しかし、それでもユダヤ人はベネツィアで栄えた。ベネツィアの東方貿易の主役はユダヤ人だった。ユダヤ人が乗っていないベネツィア船はほとんど見当たらないほどだった。キリスト圏でもイスラム圏でもユダヤ人は裕福と噂になり、オスマン帝国や西洋派の騎士団はしばしば ベネツィア戦のユダヤ人を誘拐してはユダヤ人共同体に身の白金を要求した。ベネツィアのユダヤ人共同体は言われるままにお金を支払うことが多かった。イスラム圏ユダヤ人やポルトガル系ユダヤ人が中心となってオスマン帝国との交渉のための特別機関を設けていた。また西洋ハネ騎士団の本拠地マルタ島には代理人を置いた。 代理人の仕事は、ユダヤ人が捕まった場合に、ベネツヤのユダヤ人共同体に報告し、もし身の白金が支払い可能ならばその手続きをする、ことであった。ゲットーは言うまでもなく、ユダヤ人隔離を目的として作られた、差別的立法の産物である。しかしながら、同時期の中央のゲットーとは異なり、ベネツヤゲットーに対して、ベネツヤ人が、 虐奪や虐殺などを行うようなことはなかった。これはベネツィア共和国が信教の自由を保障していた国であり、またベネツィア国民が宗教に無関心な人が多かったためではないかと見られている。1797年にベネツィア共和国はナポレオン・ボナパルと率いるフランス軍によって滅ぼされた。 これによりユダヤ人はもはやゲットに居住することを強制されなくなった。ベネツィアはこの後フランス帝国やオーストリア帝国の領土を経てイタリア統一国家イタリア王国の領土となった。だがベネツィアのユダヤ人がゲット居住を再び強制されることはなかった。イタリア統一運動にはゲットから解放されたユダヤ人たちの協力があった。1866年に イタリア国王、ビットーリオエマヌエール2世は改めてユダヤ人に居住の自由を認めている。だが解放された後もゲットーに泊まった、ユダヤ人は多かった。ゲットーのユダヤ人の内裕福なものは、ゲットー外へ移住することもできたが、貧しいものは移住の金がないため、そのままゲットーで暮らすしかなかったためである。ゲットの人口は少しずつ減っていたが、第二次世界大戦前までは、 ベネツィアの月頭地区では、ベネツヤユダヤ方言が話され、伝統的な儀式が行われていたという。ベネツィア、新月頭地区にあるホロコースト記念碑の一つ、ユダヤ人収容所へ向かうナチスの移送列車が描かれている。イタリア王国では1922年にローマ神軍によって、ベニート・ムッソリーニのファシスト党政権が誕生したが、ムッソリーニは、 人種差別政策は掲げなかったので、はじめユダヤ人が迫害されることはなかった。しかし1930年代末になると、ナチスドイツ総統、アドルフ・ヒトラーの圧力に屈して徐々にユダヤ人を社会から排除する立法を開始した。1943年にドイツ軍がイタリアに侵攻すると、イタリアでもナチスによるユダヤ人狩りが行われるようになった。 イタリア全土で約9000人のユダヤ人がナチスの犠牲になったと見られている。ベネツィアのゲットで暮らしていたユダヤ人は5分の1がナチスの強制収容所へと移送されている。現在、新ゲットにはナチス占領期のイタリアユダヤ人の柔難の石踏みが残されている。ありがとうございます。